どうしたんだい、マイマスター。なんだか元気がないね。子供ならピクニックは大好きなはずだろ。そんなことじゃ青空に笑われるぞ。それカモン、共に歌おうじゃないか。誰が子供だ。俺様はこう見えても1313歳だぞ。精神年齢もお前よりずっと上だ。精神年齢は同レベルなんじゃないんですか。ちなみに私は1470歳。私はそこそこです。そこそこ？そこそこっていくつだ？そこそこはそこそこです。お前天使だろ。だったら正直に言え。1509歳です。フロンちゃんって私より年上だったの？ババアだババアだ。ババアって言うな。驚いたわね。とってもそんな年には見えないわ。だから人間は愚かなのだ。外見だけで判断するな。あら、言ってくれるわね。それじゃあ私の体も気にならないはずよね。そろそろ腹が減ったな。弁当を食うぞ。うまく逃げたわね。それじゃお弁当を。月ありです。うわ、お弁当が。お久しぶりですね、マドモアゼル。かぐわしい香りに誘われてここまで来てしまいました。あ、チューモス、弁当返せ。ノン、そうはいきませんね。男ヤモメの私にとってこの手作り弁当はまさに砂漠で出会ったオアシス。返すわけにはいきません。久しぶりに出てきたと思ったらとてつもなく情けない理由での登場だな。中ボスさん、お弁当作ってくれる人いないんですか？かわいそう。そういう同情はおやめなさい。ズキッとハートが傷つくじゃありませんか。待ちたまえ、中ボス君と言ったね。その弁当は私たちのものだ。おとなしく返したまえ。ほう、誰かと思えば君は人間ですか。その通り、地球勇者キャプテンゴードンとは私のことだ。その勇者がどうしてこんなところで悪魔と一緒にピクニックしているのですか。黙れ。私だって好きでこんなところにいるわけではない。まあいいでしょう。せっかくですから地球勇者とやらのお手並み拝見といきますか。さあ、この手作り弁当を取り戻せますか。待て。今まであんなのを相手にしてきたかと思うと、この上なく情けない気持ちになるな。
アタック
Thank you.